はい、りさちゃんおはようございます。おはようございます。3日目になるのかな今日は、うん、3日目は、クラブフィリピーノというゴルフ場にやってきました。空港近くには5個ゴルフ場があるんですけども、うん、その中で1930年代、うん、一番古いゴルフ場。綺麗だけど、うん、綺麗ですよね、うん、で昨日ラウンドしたリロアンゴルフ、はい、ゴルフ、うん、開発中のね、そうの、開発しているリト会長もここを所有しているということで、はい、まあ、そこだけじゃなくて他のゴルフ場もどうぞということで今回、回らせていただくことになりました。ありがたい。ここはすごく難しいみたいなのでちょっとレディースティーでね、はい、楽しくゴルフしていきたいと思います、リサちゃん、はい、心折れるだろうからね、きっとね、うん、昨日もね、ちょっと結構難しくて大変だったから、うん、今日はね、ちょっとエンジョイ、かなりエンジョイで、はい、レディースティーでも難しいかもしれないんですけど、はい、楽しんでいきたいと思います。いくぞ。おお願いします。お願いします。よっしゃ。おい、くれてます、じゅんちゃん。オーケー。ナイスショット。うん、ナイスショット。おー、ナイス。あー、重い。ナイスか。こい。あー、ボギーボギーの女ナイスコート。ワンオン、ワンオン。多分乗った。マジで。結構重かったよね、今。弱いんだ、これでも。弱いね。弱いね。弱いね。お、入る入る入る。ストップ。よいしょ。よいしょ。オッケー。まあまあ。OK。バッタ。戻った今。ナイスナイス。パー。やったね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。クラブフィリピーノ、はい、回ってきました。はい。はい、キャディーの皆さんです。今日一日ね、お供してくれたキャディーさん。はい、どうでしたか？はい、私はね、うん、すごくね、楽しかった。なぜなら、パワープレイだから。おー。私のキャディーさんです。Thank you.ラブ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 私はなんかまあまあな、まあ、いつも通りのプレーかな、そうね、はい、でもドライバー飛んでたね。やっぱ飛んでたね。飛んでる飛んでる。私とそんな変わんなかったじゃん。やっぱ振っちゃいけないのかな、基本ね。そうね、まだ慣れてないっていうのもあるし、浅いしね、使って。でも飛んでたね。飛んでた、すごい飛んでました、うんうんうん、よかったです、うんうん、やっぱ遠近法が、そうだね、なんか昨日もそうだったけど、うん、
結構なんか縦距離が分かんなかったりするよね、うん、する。でやっぱ距離以上になんか飛んじゃったりとかね、うん、飛んじゃう、うん、なんか日本よりもちょっと飛んでる気がしますね。落ちない、うん、なかなか、うんうんうん、そうだね、うん、落ちないよね、うん、常に緊張感あるプレーができるゴルフ。グリーンも、ね、グリーンも速くてよかったと思う。うん、よかったです。状態はなすごいいいです。そうですね、うん、芝もみっちり生えてるし、うん、いい感じで狭いし、いい感じでこう頭使う感じですね、うん、その中パワープレーですか。さすがですね。まあまあまあいくらぐらいで回れるかというと、まあ、現地で手配したら5、6000円ぐらいで回れるらしいんですけど、日本からだと1万円から1万5000円ぐらいみたいなので、まあ、もしクラブフィリピーのラウンドしたい方いたら、うん、はい、ぜひ、ね、現地で、どうやってやるかわからないですけど、現地でできれば予約することをおすすめしたいですね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you. Thank you. めっちゃハイタッチしてくる。リサちゃん、はい、プランテーションベイリゾートにやってきました、はい、プルメリアのいい匂いがするよ。下は砂浜いい匂い、癒される。あ白い橋を渡ってます。サンセットだね。もう日が沈んじゃうね。プールの先には海が見えます。なんと海に目的地を変えました。めっちゃ煙だらけ。なんかパーティーかなんかやるのかね。そうかもね。見て、結婚式とかじゃないの。こんな感じでした。はい、最終日帰るだけですけども、はい、最後にここ泊まったアジェットプレイスホテルに呼んでくださった理由っていうのを説明していただいたらなと思います。はい、昨日、一昨日とあのゴルフ場を回っていただいたと思うんですね、はい、2カ所で、そこがディロスグループが所有しているゴルフ場になります。でそこの利用券をご購入いただいたオーナー様は、あの宿泊施設、ホテルを今隣接して作ってるんですけど、そこができるまで、はい、今こちらのホテルを利用していただくっていう、はい、なるほど、はい、そういったサービスで今、はい、利用券を販売中と。はい、利用券はどういうプランというかになってるんですか。一応ですね、利用券のプランとしては、100万円から300万円のお部屋があるんですね、はい、で、2人用、4人用、5人用という形でそれぞれ価格帯が100万、100万、300万。そんなに高くないんですね。そうですね、そうですね、ハワイとかと比べると、ね、やっぱりちょっと、ね、はい、あ、具体的には優しい感じですね、うんうん、ただこれからそのセブ島が、あの、はい、開発、うん、成長に向かって、経済発展していくにつれて、やっぱりこう利用客が、うん、知名度が上がることによって、今の価格がもうちょっとこう上がってくる可能性がありますね。一応ですね、2020年、はい、にゴルフ場と、それからゴルフ場の付帯サービスのホテルが完成しますので、はい、そこから利用することが可能です、ね、今のうちに利用券を買うと、はい、昨日ラウンドしたクラブフィリピンクラブフィリピンが回れる、はい、そしてここのホテルを回れる、はい、泊まれてる。で出来上がった2020年に、そっちのリロアンゴルフ場とあとビクトナーを利用することができます。なるほどですね、はい、じゃあまあ今のうちに買っても損はないよっていう感じですよ ね、 そうですね、結構得点が盛りだくさん、はい、うんうん、逆にその2020年から使われる方は、まあ、ある程度こう出来上がってるセブを見れると、うんうんうん、で今ご購入いただいてる方はセブの経済発展から見ることができる。よりお得だ。そうですね、なるほど、はい、でもなんか面白いですよね。本当にまだこう出来上がってないところから、はい、まあ、私たちは見れましたけど、うん、これから本当にこうどうなっていくのかな、うん、楽しみ、楽しみですね。ゴルフ場も1年前に来られたオーナー様がやっぱりそんなに変わったの、そうそうそう、言われる方多いですね。ちなみにどうやってなんか予約とか購入とかできるんですか。本部の、
東京の港区に事務所があるんですけど、はい、そちらにお電話をいただく、はい、もしくは各エージェントさんがいらっしゃいますので、はい、そちらの方までお電話をいただく、はい、一応ホームページがありますので、はい、そちらの方を検索していただいて、はい、まあ、詳しい情報をいただくと、ホームページはじゃあこちらに、はい、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひチェックをしてみてください。ありがとうございました、コメント、高評価、そしてチャンネル登録、はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。さよなら。